皆様新年明けましておめでとうございます。皆様には健やかに新春を迎えられたことと喜びを申し上げたいと思います。9年中は大変お世話になりました。ありがとうございました。本年も一つどうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は第41回の京都府文化賞の受賞者を発表させていただきます。この賞は文化芸術分野で顕著な業績を収められて京都の文化の向上に寄与された方で、京都府にゆかりのある方を顕彰するものでございまして、昭和57年度に創設をされました。今年度は特別功労賞が5名、功労賞8名、奨励賞5名、計18名の方々への受賞を決定をさせていただきました。順次ご紹介をさせていただきます。まず特別功労賞です。この賞は文化芸術活動において顕著な業績を挙げられ文化の向上に多大な功労があった方を顕彰するのでございまして、一人目は日本画家の宇藤清様です。鳥の画家として知られて写実の領域を超えた非常に鋭くダイナミックに描かれた絵画作品を制作されておられます。2度にわたり京都日本画家協会の理事長を務めていただきますとともに創画会会員として京都画壇の振興にも大きく貢献をいただきました。2人目は映画監督脚本家の中島貞夫様でございます。日本映画発祥の地であります京都を中心に日本映画史に残る多くの作品を手掛けられておられます。京都映画の屋台骨を支え日本の映像文化の発展に大きく寄与されたご功績は高く評価されています。3人目は細胞生物学者歌人の永田和弘様です。熱食タンパク質HSP47 を世界で初めて発見されますとともに小胞体における変性タンパク質の品質管理機能に関する新規電子を次々と発見されるなど同分野の発展に大きく貢献されました。また歌人としても科学者的な世界把握に基づく独自の作品は高く評価され京都の花壇を牽引されておられます。4人目は霊長類学人類学者の山際純一様でございます。長年にわたりましてアフリカ各地で野生ゴリラの社会生態学的研究を行いゴリラ研究の第一人者として国内外で高く評価されています。また平成26年から令和2年まで京都大学の総長を務められまして大学を社会に開く窓と位置づけるウィンドウ構想など京都の学術界の発展にも寄与されました。5人目は哲学者の鷲田清和様でございます。問題が発生している現場に出向いて他者の声を聞く臨床哲学の提唱者として知られており幅広い研究が国内外で高く評価されております。また京都市立芸術大学の学長をはじめ京都において数々の要職を務められますとともに京都を舞台にした書書を発表されるなど京都の学術文化の発展に貢献いただきました。以上5名の方を特別功労賞として表彰させていただきます。次に功労賞でございます。この賞は長年の文化芸術活動を通じ文化の向上に功労があった方を表彰するものでございます。映像作家演出家の石橋義松様、彫刻家の江里俊明様、写真家の甲斐房義様、千家実職竹細工被釈師の黒田正元様、俳優の佐々木蔵之介様、現代美術家の塩田千春様、指揮者の広上純一様、日本舞踊家の若柳吉蔵様、以上8名の方を功労賞として表彰させていただきます。最後に奨励賞でございます。この賞は新進の芸術家等で文化芸術活動における業績が特に顕著である方を表彰するものでございます。能楽師して方金剛流若宗家の金剛辰徳様、料理人の園部慎吾様、日本画家の村山春菜様、尺八奏者の頼田真美乃様、陶芸家の楽吉左衛門様、以上5名の方を奨励賞として表彰させていただきます。文化芸術というのは人々に安らぎまた明日への生きる活力を与えるものですけど、京都ではそれにとどまらずに地域の活性化とか経済成長につながるいわば活力の源泉ともなっております。今回は文化庁京都移転を目前に控えまして、府民の皆様に、京都がいかに日本の文化を牽引してきたかを感じていただきたく伝統文化や生活文化新しい文化まで、京都の革新し続けている文化の担い手の方々を選ばせていただきました。
なお、授賞式につきましては、2月1日水曜日11時から、京都ブライトンホテルで執り行いますので、当日の取材につきましても、皆様方のご協力をよろしくお願いしたいと思っております。私から以上です。よろしくお願いいたします。